世界中に果てしなく広がっている豊かな海、数えきれないほどの生物たちが暮らしており、私たち人間はその命をいただいて日々生きています。いつまでも海の恵みを得るためには、海の健全性を維持しなければなりません。サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs、 2030年までに国連加盟国すべての国が達成すべき持続可能な開発目標です。世界レベルで取り組む活動とは、その先にあるゴールとは。知りたい SDGs。 本日取り上げる SDGs は、海の豊かさを守ろう。これは持続的な管理と保護を行い、海洋及び沿岸の生態系の回復のために掲げられた目標です。プラスチックごみが海で暮らす生物に大きな影響を与えているのはもうご存知ですよね。海洋生物の中には、人工のごみと餌の区別ができずに間違えてプラスチックを飲み込んでしまうものもいます。調査によると、一つのプラスチック片を食べたウミガメの5匹に1匹が命を落とすと言われているんです。海からさまざまな資源をいただいている人間が、これ以上海の生態系を壊すわけにはいきません。そんな中、実はある素材でできたこちらの袋を普及させることによって、廃プラスチック問題の解決に取り組む企業があるんです。こちらは商品パッケージの製造販売を行う株式会社吉村。この会社が取り組む活動とは。私たちはバイオマスプラスチック素材のフィルムを用いて作られた土に還るお茶袋や、原材料に生物由来の成分が含まれるパッケージの開発を行っております。生分解バイオマスプラスチックとは、石油を使わずに再生可能な植物などを原料に作られ、ゴミになっても自然環境で分解される環境に優しい素材。土の中の微生物によって水と二酸化炭素に分解されるため、土に還るプラスチックとして注目されています。こちらでは環境負荷の非常に軽いデジタル印刷と生分解バイオマスプラスチック素材を組み合わせることで、プラスチックゴミ問題の解決につなげるとともに、地球に優しいパッケージ開発を行っています。さらに今年4月には、廃棄予定の透明フィルムを社員のアイデアによって新型コロナウイルス感染予防の飛沫感染防止シールドを製作し、医療施設などに無償で提供しました。今後も私たちは地球に優しいパッケージ作りを続けるとともに、思いを包み未来を創造するパートナーを目指します。プラスチックすべてを変えることは難しくても、少しでも地球に優しい素材を選ぶようになれば、何かいい変化があるかもしれないですよね。